どこまでも強くなれる気がした。好敵手との激闘、それは生死をかけた真剣勝負。ぶつかる刃に魂を込めた熱き戦い。届きそうで届かないあいつの背中を追いかけて、島津豊久は今日も戦場をかける。好敵手の勝。ついに決着の時が来たな。おじ上、高橋常雲とはどのような人物なのですか？忠義に厚く壮烈な戦いぶりは九州一。やつ相手の博打ほど楽しいものはない。おじ上がそんな風に認める高橋常雲か。おじ上、俺も連れて行ってください。叔父上に教わった戦で俺も強くなりたい。がむしゃらに戦って強くはなれんぞ、ひよっこ。お前の戦はこの程度か。本当に強くなりたければ好敵手を作れ。九州の島津家は当主義久、その弟義弘を中心にして勢力を拡大。耳川の戦いで大友家を破ると龍蔵寺家を下し、九州随一の勢力となる。島津の急速な拡大に窮した大友家は、天下に名を轟かせていた豊臣秀吉に救援を要請。秀吉はすぐさま九州での戦争を禁じるが、島津はこれを無視、九州統一に動いた。敵は義弘も認める大友の名将高橋常雲、そして武名高き立花宗茂、立花銀千代。だが義弘にもその甥豊久にも恐れはない。この戦で鬼島津の強さを天下に見せつけようとしていた。好敵手の勝。岩屋城、橘山城の戦い。俺はもっと強くなる。いらっしゃいませ。お買い得品があります。鬼島津の戦をすればいい。
黒の鬼どもよ、大友家臣高橋趙雲らを相手つかまつる。趙雲、覚悟を決めたか。勇者は戦、岩屋城、橘山城を落とし九州を制す。本陣はただ長に任せ、内容は決まれよ。赤橋常務、お中への戦う優勝と戦うんだ。俺、嬉しさに体が震えてる。ダイジェスト
柱の屍を越えよ。開門。ガヤ城の連中の気迫に押されるな。島津の戦見せつけよ。さて、橘山城の守りを固めよう。この砦では死守してみせる。無線救援コウ。恐れがあるのはここからが本番よ。もう来たかもです。楽しいこと。撃ち取ったり。やはり私だけ安全な場所には岩屋城に急行し、ジョウン殿を救うぞ。開門。開門。岩屋城の者の子たち、
士よ、最後まで諦めるな。まさに破竹、これを破るには大将を狙うしかありません。あんたを超えたとは思っていない。あんたの壮烈な生き様忘れない。俺は島津豊久。あんたは女か。女ではない、立花だ。貴様は子犬か。子犬じゃない、豊久って言ったろ。戦救援コウ、行くなら全力だ。収めてここが俺の本番だ。誇るがいい、立花を退けたことをな。よし、なったぞ、天下無双の鬼に。さあ、かかってこい。鬼が現れる、そこは地獄となる。石松だ。
撃破。カッポ殿剛の者がいようとは。完璧です。どう切り抜けるか。お前の叔父上に立花銀千代に彼らを倒してから立候補してくれるかな。なんてやつだ。
豊久、わしはとうとう最大の好敵手を失ってしもうと。俺ちょっと羨ましいと思った、叔父上と常雲の関係が。一瞬の油断もできない敵同士だからこそお互い高め合える。俺もそんな好敵手に巡り合いたい。で、叔父上みたいに強くなりたい。そうか、まあ、せいぜいやってみろガキ。岩屋城、橘山城を制圧した。だが城雲の激しい抵抗を受け、島津軍の動きは鈍化。島津が九州を統一する前に大友の要請を受けた豊臣の大軍が上陸してしまう。豊臣軍は本隊と黒田官兵衛率いる別動隊二手に分かれて九州を進軍。一方、島津も義久、義弘、豊久が豊臣本隊と対峙し、利久、家久が官兵衛の別動隊を食い止めようとした。兵力、物量ともに不利。だが島津は諦めない。不屈の闘志で天下の大軍に挑むのであった。好敵手の勝利、九州征伐。やっと橘を倒したと思ったら、すぐに豊臣の増援が来るなんて。常雲は命を懸けて増援が来る時を稼いだのだ。ただでは死なぬ男よ。だが大逆転は島津のお箱。それをあの世の常雲に教えてやらねばな。豊臣の大軍は鬼島津が蹴散らす。鬼退治に来た猿の尻引っ張いてくれようぞ。おお、これはこれは直政殿、援軍まっことかたじけない。相手は泣く子も黙る鬼島津じゃ。家康殿の戦力が是が非でも必要でのう。最善を尽くします。家康様の顔に泥を塗るわけには参りませんので、始末など俺が蹴散らしてご覧に入れましょう。いや、若いのに頼もしい限り。活躍期待しとるで。俺はもっと強くなる。